クリスチャンビジネスマン中村、今日は1月6日土曜日です。エピソード74あたりでしょうか。今日非常に良い一日でした。朝また早く起きて、自分の、ビジネスの、宿題に没頭してですね、それを、3時間ほどやった後、子供たちを起こして、飯食わせて、その後家をちょっと掃除してですね、その後、土曜の朝やってる教会のグループの、集いがあったので、みんな来てですね、で正月用に買った餅がいっぱい残ってて、実は義理の母の家に持ってくのを忘れちゃって、丸々パックが残ってたので、何個入ってるのか知らないですけど、50ぐらい入ってるのかな。まあ、それなので、お餅を、作ってですね、きな粉とか食べたことがない、教会の仲間にきな粉で食わせ、もちろん、醤油と海苔の方も出してですね、それをやりました。オーブントースターでちょっとカリカリに焼こうかなと思ったんですけど、どうもちょっと、人数が多いところでそれをチンチン毎回やってるとちょっと時間かかりすぎちゃって、なので、レンジでチンしちゃいました。はい、美味しかったです。その後は今日初めて会ったあの教会の仲間が、まあもうそのグループに何回か来てるらしいんですけど、まあ、僕のがたまたま行き違いになっちゃったりして、今日初めて会ったカップルがね、非常に近くに住んでて、下道は10分以内なんですけど、まあ子供も同じぐらいの年頃で、職場も実はすごく近かったりして、まあとにかく結構仲良くしてもらって、それで彼ら午後2時か3時、あ、2時までだな、2時ぐらいまでいてくれたのかな。普通みんなもう11時半ぐらいで帰っちゃうんですけど、まあいろいろ話し込んじゃって、子供たちも楽しく遊んでくれてたので、彼らと、いい時間過ごせました。非常に楽しかったです。その後はね、パッと、まだ昼飯食ってなかったので彼らに出す飯がなくて、いろいろ話し込んじゃったんだけど、途中でああなんか冷蔵庫になんか飯出せるかものあったかなあったかなとか思って、まあでも向こうも腹減ってたら、まあどっか出るだろうなとか思って、昼飯別に期待して残ってることはないだろうなと思ってね、まあほかっときました。ちょっと腹減ってたので、パパッとなんか食べてですね、で、下の子を3時ちょっと前に起こし、みんなで車に乗り込み、1時間ぐらい運転して、親戚の4歳児のですね、誕生日に行ってきました。非常に、楽しかったです。ダンスが好きな家族なので、ミニダンスパーティーとかつって、その家の小さな裏庭で、音楽かけて、みんなでダンスしてました。僕はちょっとそういうのが苦手なので、苦手というか全く体が動かない人なので、やりませんでしたけど、僕は一人でずっと、一人というか、まあ他の親戚と話をしながらね、チップスを食べながら横目でこうじっと見て、面白そうだなとか思いながら、どうしてもちょっとああいうのね入り込めないんですよね。僕ハウスとかそういうなんかこうノリノリの音楽は好きなんですけど、体は動かないんですよね。まあとにかく、それで先ほど帰ってきて、ちょっと、通常より遅く2時間ぐらい遅くなんですけど、子供たちを寝かせたところです。でね、さっきね友達にある質問されたんですよ。英語の質問だったんですけど、まあ直訳するとお前が一番やっぱりパッション持ってること、一番深く成し遂げたいと思ってることって何なのって、まあいろいろ話し込んでる中で、ここまあ数日ね、結構いろいろ本格的な話をいろいろね、まあ彼もやりたいことがあったりして、僕がどう手伝えるかみたいな話をしてて、その中でまあ彼が聞いてきたのでね、まあ僕が答えたんですよ。今日はね、親戚の誕生日に行ってきましたと。非常に楽しかったです。そんなにいつも会える親戚じゃないので、まあとてもねいい時間が過ごせて、彼らがまあ元気にやってるのもいれば、最近ちょっと大変な思いあったのもいて、そういうところでいろいろ話をしてですね、良い時間が過ごせて、まあもちろん誕生日なのでね、特に4歳児まだこうまだ地球に来て4年目とかなんですよね。素晴らしいことじゃないですかね。だからそういうこうすごくいい時間が過ごせたんだけれども、実はずっと頭に、残って離れない、まあ今日のこの一つあることがあって、それは僕らがその誕生日に向かうときに、
本当に家から出てもう1分ぐらいのところでね、まあ僕が住んでる市の多分一番その何交通量が多い交差点なんですけど、そこでねある看板を持っている子がいたんですよ。多分高校生ぐらいでしょうかね、多分まあギリギリ中学高校の境目ぐらいの方だと思うんですけど、で大きな看板出してて、看板持ってるわけですよ。でお金を集めてるんですよね、募金を集めてるんですよね。でまあ結構その角ってまあホームレスの方がいたりとか、こっちアメリカは、まあ、特にカリフォルニアはホームレスの方がね結構多いので、別にそんなに危ないとこじゃないんですけど、まあいるわけですよ。でもその方は本当にまだ高校生とかで、全然そんなイメージじゃないんですよね。でまあやっとのこと青信号になって横通りかかるときに、その看板が何かって見えたんですよ。その真ん中には花とかいろんなところに管が入ってる、本当にまだ幼い、多分4歳児くらいなんでしょうね、ある子供の、写真があって、でその上に彼女の女の子でしたね、名前があって、でまあ読む限りは多分その子の妹なんですよ。でなんでお金を集めてるかって言うと、まあ、その子が癌で最近亡くなって、で、葬式代がどうもやっぱり家族がお金なくて間に合わなくて、まあ多分両親が困ってるとこを、まあ、彼もじゃあなんとかしようということで、そういうちょっとした小さなこうプラカードみたいなのを作ってね、その交差点で交通量が多いってことで、その交差点に立って赤信号になるたんびにそれをこう上に出してですね、こういう理由で、募金してますけど助けてくださいって言ってるわけですよ。で本当にやっぱりうちもまあ4歳児いますけど、やっぱりいなかったとしてもね、まあ前から僕がこういうのすごく気になることなんですけど、やっぱりどうしても一生懸命働いててもお金がない家ってすごい多いじゃないですか。うちもギリギリでやってますけど、でも必要は満たされてるんですよね。後ろも見えるようにこうやって普通に家に住めるしね、借り家ですけど、でちゃんとこうやってソファーもあって、食器もあって、食べるものがあって、冷蔵庫にはちゃんとご飯が入っててね、そして次買い物しに行くときに、ああお金が足りるかなとかそんなに心配しなくていい、本当に必要は全て満たされてるんですよね。でも彼の家族は何があったのか知らないですけど、まあ、もしかしたらその娘さんの妹さんのがんの関係で行くはずだった仕事にも行けなくなっちゃって、それで収入が途絶えてるっていう可能性ももちろんありますよね。まあそれと治療代っていうのはこの国本当にもうバカにならないので、ね、それでもうお金が全然残ってない、でしまいになくなっちゃったっていう可能性もありますし、まあシナリオはどうであれ、彼お金が必要だったんですよね。お葬式にお金が必要だったんですよね。でやっぱり僕の中ではそういうのが非常に気になるんですよね。この簡単に言えば彼のお葬式全部払ってあげたかったけど、そのお金は僕には今ない。でやっぱりそういう現実が多いっていうことを久々にこう思い出させられて、僕らはこう4歳児がこれから誕生日で祝う、生きてて感謝できる、それで喜んで一緒に飲み食いできるっていう場に行こうとしてるのに、彼はある街角で自分の亡くなった、幼い妹の葬式代の募金集めをしてたっていう、このわかります、どう説明したらいいのかわかんないですけど、悲しいとかかわいそうとかそういうこと以上にやっぱり非常にこう、僕としては自分にすごいプレッシャーを感じるんですよね。そこで何かをやっぱりしてあげられないとなって。でそういう現実がすごく多いっていうことで、別に何も思わないっていう方もいるかもしれないですし、あかわいそうだね、寂しい現実だねって数時間思ってそれで終わる方もいるかもしれませんけど、もしねその方がこのビデオを見てたら、言いたいのは、今日見てお金があげられなくてごめんねって、助けてあげられなくてごめんね、葬式代全部払ってあげたかったけど
うちには今その金銭力がなかったんだよね、ごめんね。で、僕一人に別にそれを求めて、あのプラカード持って街角にあるね立ってたわけではないことは僕は知ってるけど、非常に僕はなぜかそういうことに自分にプレッシャーを感じてます、っていうか前から感じてます。そういう性格なのか何だか分かりませんけど、途上国育ちで困ってる人たちが周りに多くいたっていうのがあるのかもしれませんけど、で僕が今別に恵まれてる状況になるっていうことに罪悪感を感じて助けたいと思っていることでは絶対なくして、やっぱり僕はクリスチャンとして本当にやっぱり世界が今元神様が創造したあるべき姿でないということを信じてるから、創造された形は良かったんだけれども、僕らがその自由を好き勝手扱って神様から離れたことによってこの世界があるっていうことを信じてるから、それだから僕が今与えられてる力の中で何をするべきなのかって考えると、やっぱり僕は独立してビジネス持って会社員として一定の給料をいつまでももらっていくのではなくて、なるべく経済力をつけることであなたみたいな状況にある家族をより多く助けていきたいと思ってるから僕は頑張ろうと思ってます。なので今日は本当に悪かったけど、クリスチャンとして祈らせてもらうけどね、あなたの家族が恵まれるように。でも本当に今日思ったのは、こういう大変な状況の中あなたは家族と共にお互い慰め合って良い時間を過ごしているはずなのに、そうであるべきなんだろうけれども、ああやって街角でお金を集めなきゃいけなかったね。本当に気の毒に思ってます。なので繰り返しになりますけど、僕は引き続き僕が今試みているビジネスとかを頑張って、独立の道を頑張って、より金銭力がつけられる、そういう技量をつけられるように頑張って、あなたみたいなそういう本当に大変な状況に置かれている方々をより多く助けていくことができるように頑張りたいと思いますので、もしこれを見てたらね、まあ、そう知っててください。でこれを将来見て、その将来見た時の僕の形がそれよりそれてたら、ぜひとも連絡してください。あなた言ったこと約束に違うよねって、ぜひともリマインドしてください。まあそんなことを思った今日一日でした。はい、とりあえずこんなところで寝ることにします。ではでは、また明日。